横田めぐみさんの57歳の誕生日を前に、母親の早紀江さんが楽しい思い出と悲痛な思いを語りました。誕生日なんかはね、やっぱりお友達もね来てくださったりしてね、賑やかに話してみんなでこう笑い合ってた姿をいつも思い出しますね。北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの家族が住む川崎市で拉致問題についての講演会が行われ、早紀江さんは本当に真剣に日朝首脳会談を一番に岸田さんにお願いしたいと訴えました。拉致された当時13歳だっためぐみさんは5日に57歳になります。早紀江さんはいつも写真と話している、寂しい思いで早く帰ってきてほしいと話しました。早紀江さんら家族は安易な決定や妥協することなく、すべての拉致被害者を直ちに同時帰国させることを求め続けています。